どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、炭治郎パーティーを使って、降臨奇跡ラッシュやっていこうと思います。はい、パーティー紹介していきますね。炭治郎は、創作体制装備のリラインバース装備継承。ポロネは、武田信玄装備継承で、暗闇体制とスキブ。で、ネズコは、エキドナ継承で、攻撃キラー、体力キラーですね。で、浜脇、ゼログ装備継承で、こちら、2ウェイの火力出していきます。バルリア、こちらね、毒耐性装備継承ですね。最後に、炭治郎、こちらが、気軽減つけてあげて、薬状の面継承です。これ、気軽減つけておかないとね、ゼレンバスがマジやばいんで、ぜひ、気軽減つけておいてあげてください。という感じの編成になっています。今回は、この編成でちょっと降臨ラッシュに行ってね、どれぐらいね、炭治郎がやばいかについて再確認していこうと思います。じゃあ、実際にやっていきましょう。じゃあ、やっていきます。まずは、1階層からですね。めっちゃシンプルです。ポルネ打って、炭治郎打って、炭治郎打って、ネズコ打っていきます。はい。あんまり僕このダンジョン覚えてないんで、なんかもう覚えてないんですけど、まあ、炭治郎ならノリでもいけんじゃねえかなってことでやっていこうと思います。はい。ネズコ打って、で、炭治郎も打ちます。はい。これでね、しっかりと、バキの火力が出せるんで、こんな感じですかね。火の4焦げして倒していきます。基本的にこの遠征はもうバキに任せる感じになっていて、バキの火力が11億くらい出てますね。なので、道中はもうバキ任せって感じですね。はい。で、続きまして2階層。ここは創作家体制積んでるから大した問題はない。で、炭治郎打ってあげて、ウェイで倒していきます。はい。ここもバキの火力。とにかく道中全部バキの火力で倒していきます。で、続きまして3階層。こいつなんだっけな、覚えてねえな。無効管か。了解。お湯ちゃいらないよね。リダチェンね。オッケー。あ、別にリダチンされるか大して関係あるわ。けどまあ言うて大丈夫かな。バキって別にね、炭治郎のちょっとね、弱いバージョンって言われてるぐらいなんで、そこまで問題ではない。はい、こんな感じで無効管組んであげて8コンボですね。しっかりとこの火力で炭治郎とネズコの火力で倒していく。ナイス。さあ続きまして4階層。プリンセス・ワルキリーは無効管を2回組んであげるだけだから大してうざくはない。しかも千里ってリダチェン2ターンだけなんだね。じゃあなおさら、うん、大したことないな。よいしょ、こんな感じかな。はい、しっかりとこれで10コンボで、まずしっかりと半分削っていきます。あ、ヒドロップない。じゃあ一回炭治郎打ってあげて、あ、なんかこれめんどくさかった気がする。そうなんだよ、遅延してくんだよこいつ。この遅延、これ遅延6でも受けきれないから、もうどうしようもできなくて、ここはさすがに2ターン耐久だね。ただ無効管洗剤があるから一応削れなくもないんだよな。ただまあスキル使ってねえからさすがに無理か。これ一応無効管洗剤発動するよね。あー、でもそうだね、スキル使ってないからちょっと厳しいね。あ、ちょっとやばい。発狂以外でお願いします。やばい、削りすぎた。楽しくなっちゃった。楽しくなっちゃったんだって、バルキリー。バルキリー違うんだって。楽しくなっちゃったんだって。ちょ、これ違うんよ、バルキリー。楽しくなっちゃったの。楽しくなっちゃったなら仕方なくない？バルキリー。ざけんな、マジで。もうみんなもよくあるよね。楽しくなっちゃって、なんかスキル足りないことに気づかないみたいな。ね。まあまあまあ、気にせず行こうぜ。まあそこは普通に耐久してから突破でいいね。無効管で。はい。てかなんでこんなヒドロップねえんだよ。ボスバトル。ケツァクアトル。懐かしい。お久しぶりです。無効管と、なんかしてきたよね。8コンボ以下吸収。7コンボ以下吸収か。だから8コンボですね。一回盤面整理してあげて、火読んで。なんかこいつね、3ターンごとに行動入れ替わるタイプだからね、なんもしてこない気がするんだよね。ほら。うん、なんもしてこないね。結構してきたけど。火作れ。あと1個。あと1個。ナイス。オッケー。じゃあ、ここはしっかりと無効管組んでいきます。まあ、ちょっとまず、テイクワンは、ちょっと僕のミスで1回死んじゃいましたけど、ただまあ言っても、なかなか楽よね。うん、明らかに楽なのは伝わると思うんだよな。よし、じゃあちょっともう1回行こうか。さすがにこれじゃ終われないんで、もう1回行きます。はい。でまあ、ついでに少しだけ編成変えます。ネズコにエキドナ、そしてバルディアに毒耐性武器に変えました。じゃあ、この編成でもう一回やっていきましょう。いきまーす。バッチャ指ですね。はい、1階層から。こいつよく出てくるな、なんか今日。めっちゃ戦ってるんだけど、こいつと。ポロネ打ってあげて、炭治郎打ってあげて、炭治郎打ってあげて、ネズコ打ってあげて、初手変身と。これ倒せんじゃない？別に、炭治郎打たんくても。
なんかいける気がするんだけど、ハンマーバキならいけそうじゃね。やっぱいけるんかい、強で。続きまして2階層、あ、ビッグウッドだ。ビッグウッド無効感無効感で倒せんじゃねえかな普通に。やってみっか一回。タンタン打ってあげていきます。よいしょ。ここで無効感ですね。泥鏡はこの編成ないんであれなんですけど、はい、無効感を含んであげて炭治郎の悪魔ケアの火力でどうでしょうか。抜けるかな、ちょっと厳しいかな。5億2000万、いや抜けるやん、強っ。で続きまして3階層、 OK、 ちょうど火がない上にデモニアスなんで、はい、ここは浜バキ打ちます。で追い打ち組みながら L 字消し組んであげてしっかりと倒していきます。はい、これで OK ですね。ロック解除しながらなおかつ火の4消し入れてあげてバキの火力でぶっ倒していく。ナイス、完走。さあ続きまして4階層、デモニアスとかも来るんだね。でもちょっとめんどくさいね。またお前かい。またお前なんよこいつ。しかもチェーン入れれねえから地味にめんどくせえんだよな。どっちだ、使うのはこっちだな。計量かい。今ここで倒していこうって言いたいんだけど、こいつ毎回チェーンしてくんだよなマジでな。めんどくせえ。まあ、一応11コンも組んで、なんでこんな俺プリンセスバルキリーに好かれてるんだろう。はい、いやこれはチャンスだろ、ちょこれは行くだろ男なら。ちょリベンジマッチ行くぞ、これ行かなきゃ男じゃねえよ。これは絶対いける。いやもう信じよマジで、これマジでバキを信じる。今度こそバキ頼むぞお前。リベンジマッチ決めてくれよ。16コンボ、よーし、無効感潜在。さあでボス、お、こんにちは。悪魔タイプからの攻撃力減らしてくれるけど、まあ、そんなやばくはないか。ビーザルはね、ちょっと正直言ってね、負けはしないんだけどね、殴り続けなきゃダメだからめんどくささはあるかな。特にビーザル用のキラーとかも振ってないんで、ちょっとここは様子見って感じで殴っていこうか。はい、まず一旦こんな感じかな。火の4消しダブル入れてあげて、炭治郎は溜まってないんで、15コンボ、16コンボ、17コンボ。ビーザルって本来アシストなしのね、ダンジョンだからね、こんな感じでアシストありで殴れます。ありがたいね、普通に。じゃあここ、無効感組んでいきましょう。ちょっとバキの火力一回捨てて、無効感にします。ビーザルって攻撃タイプとか持ってたっけ、体力タイプとか。持ってるなら、生き殿のキラーが刺さるんですけど、あ、持ってますね、攻撃。ってことは、ネズコに継承してる生き殿の武器のキラーが刺さるんで、ちょっとこれはネズコの火力にも期待できるし、炭治郎も強いんで、おー、いい削り。普通にゴリゴリ削れてくね。一応相手ビーザルなんだけどな。ビーザルをこの火力で削っていくのちょっとバケモンすぎん。あのビーザルよ。なんかこれあれだよね。これだけ見たらさ、ビーザルがめちゃめちゃ硬いキャラって絶対伝わんないよね。これ。初見で見た人とかに。ビーザルってめちゃくちゃ硬いからね。本当に。ありえないぐらい硬いことで有名なキャラなんだけど。ちょっとこのパーティーにおいては常識は通じないみたいですね。普通に。削れ方がおかしいんよ。で、こっから少しだけ発狂怖いんで、注意していこう。まあ、発狂怖いから何に注意するっつっても、まあ、別にこんな感じで。一回火ドロップ温存してあげて、盤面整理。うん。で、その後に炭治郎打ってあげて、はい、無効感組みながら火の4消し入れていきます。そうすれば火力的にも絶対足りるんで、いきます。ここで無効感入れてあげて、あと火の4消し。お、2個入る。ナイス。こんな感じかな。火の4消し2個入れながら無効貫通ですね。こいつ一応発狂確かあった気がするんで、ビーザルって。まあそこだけ注意しながら。はい、こんな感じで、カンスト火力でぶっ倒していきます。ナイス。はい、強い。どうすか、皆さん。これが、炭治郎と炭治郎を組み合わせて、最難関ゲレルに行った場合の攻略です。もうね、強すぎてね、話にならんと思う。てかもう強いのよ、マジで。とにかく。
ということで今回は炭治郎パーティーで降臨奇跡ラッシュに行ってみたんですが、いかがだったでしょうか。もうとにかくね強いんでね、いろんなダンジョン勝てると思います。その中でもマロー、まあウラシュラ、シュラとかが今話題ですがね、やっぱりこういう降臨ダンジョンにおいてもねめちゃめちゃ強いんでね、ぜひよかったら使ってみてください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。